マクドのポテトでともやめした。私は5人兄弟の真ん中、私以外男の中で育ったので食に関して卑しい。一口ちょうだいも少し分けてもできればしたくない。それからマクドの体に悪そうな味したポテトが大好き。体に良くないから月に一度のジャンクフードデーに食べるって決めてた。一方元友達は一人っ子。前から一口ちょうだいと言ってかなりの量食べるところとか気になってたけど、言ってケチなやつだと思われるのも嫌だし、なあなあにしてた。友達と遊んだ時、ポテトとハンバーガーを食べた。L サイズを頼んだ。友達が少し食べていいって聞いてきた時の対策用に大きいのにしたんだ。友達はお腹空いてないからって何も頼まなかった。そんで私がハンバーガーをむしゃむしゃ食べてる時に、友達はポテトを手で5本くらい一気の取って食べるの繰り返し、ハンバーガーを食べ終わる頃には私の頼んだポテトは残りのカスカスのところしかなくなってた。途中でお腹空いてるなら頼めばって言ったけど、お金もったいむな、ポテトでお腹いっぱいって言われて悲しくなった。その後私がお腹空いたから買った唐揚げくんを3つ食べられて、お前正気かってなって、それ以来連絡取ってないけど、未だに連絡ガンガン来る。そのこと親と彼氏から、私と私の母に。困る。幼馴染なんだ。他にも一人っ子の友達いるけど、確かにみんな結構食べてくるけど、他の子は私にもたくさん餌付けしてくるからイライラしないけど、そいつは食べるばっかで全然くれないから無理になった。どっちかっていうと、他人の買ったものをやたらと食べたがる人の方が食に卑しく感じる。こないだはもらったからこれ食べなよってお返しでもすればいいけど、自分は何一つくれないドケチなやつっているよな。はっきり相手の親に言ってやれば、親子ともども人間性が分かってすっきりするんじゃないか。あんたの娘は卑しいから嫌だって言ってやればよいのに。他人の食い物を食い漁るってこじきじゃん。一口ちょうだいは自分のもあげるのが普通じゃね。勝手に食べて、しかも一口じゃないなんて切れて当たり前だわ。自分から他人のポテト食べていいとかよく聞けるような、ありえない。そういうやつに正論ぶつけても、少しくらいいいじゃんケチとか言ってくるだけで永久に分かり合えないよ。たかるやつの方がよっぽどケチだと思うけどね。幼馴染がこじきって嫌だな。おつ、一口ちょうだいまはかなり卑しいよ。他人が食べているのをねだるのはマナー違反だし、潔癖な人も嫌がるし、相手にの親に、ちゃんと家で食事させているんですか、どんなしつけをしたんですかと真顔で聞いてみるとか、にアドバイスしてるやつ多いけど、何も言わずに聞こばめや CO でいいだろ。幼なじみで家が近くとかだと聞こばめや CO しようとしても、家にガンガン来られたら困るからね。向こうの親から連絡が来るのがネックだよな。母ちゃん同士でも同じようなことされてそうだよな。親も同じだと思うよ。だから子供もそういう卑しい人間になる。大仕事してる間にたくさんですが、嬉しい。親は随分昔に親同士の交流を切ってた。私が切った時は、あんたやっと気づいたの？あの親子変だよって笑ってた。気づくのに20年強かかったよ。ごめんねママン。そいつはそれ以外にも、死にかけの子猫を拾ってご飯あげて、でも育てられないから、また捨てるからとか泣きながら言うて、その光景を彼氏が隣で優しい目をしながら、拾ってあげたは優しいねとか言うてて猫嫌いだけど、こいつらアホに任せたら死んでしまうと思って、私が病院連れてって、点滴と寄生虫&飲み駆除&去勢手術の準備して里親探してたけど、そんなん里親にやらせればいいんじゃない？お金かかるじゃん。とか言って、私は金出さねえぞオーラをずっと出してた。結局愛着湧いてうちの子になったから、結果オーライで、その時は許したけど、
友達一人もいない幼馴染だから見捨てちゃいけないと思ってフィルターかけて嫌なことずっと見ないふりしてたわ。金輪際二度と関わらないです。キコバメは家に来るのでしない方針です。聞いてくれてありがとう。すっきりしました。そもそも飲食店に入るのに何も頼まないような人とは付き合わない。ポテトがどうこうなんておまけ、あなた自身分けてあげるつもりで L 頼んでるしね。これ以上はあげないとか防御しない人はやられる。そして相手をどんどんつけ上がらせる。